なので、えーはい、よろしくお願いします。ちょっとフェイスブックライブの準備整い次第始めましょう。みえ、はい、さん、今のうちに何かの今の皆さんにお伝えすることあれば。今,今,今からですか、<laughs> 皆さんありがとうございます。よろしくお願いします。また改めて後で、はい、ちゃんと、はい、させていただきます。 はい皆さん、今回はちょっといろんな地域から多分こう参加されていると思います。タイからもいらっしゃいますし。嬉しいですね、ありがとうございます。スポーツ選手もいらっしゃいますし、あ<ら>いろんなご縁がの、はい、方がいますので、もう顔なじみの方もおられますね。ありがとうございます。であの もし皆さん質問があれば、あのー、チャットとかで書き込んでいただいて、えー、それを読み上げたりとか、あとでこう質問のお答えするっていう時があるので、またそちらの方でも良ければ、はい、皆さんチャットをふんだんに使っていただければと思います。またちょっとチャットの方の把握は増田さんも一緒にしといてもらってよろしいですか何でするか<分>です。一人で終えないかもしれない。 もししあれば連絡します,います事前の質問をいただいた方の質問も、まあ、できる限りりという形でできればと思うのでえっと今、音が聞こえませんという方がお一人。音聞こえないですか今、聞こえてますか皆さん。聞こえてます音大丈夫ですかあ聞こえてますすねね大丈夫です、ね、もし聞こえない方は、一回こう退出してもらないと治る時あるので。 この形でもし。よければ、参加していただければと思いますので。はい、はい、よろしいですかね。はい、では皆さん、はい、こんばんは。こんばんは。はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今日の発作です。で、本日はですね、えっと、以前から、何度か、えっと、出ていただいてるんですが。福井の、大安禅師の住職の高橋玄邦さん。 がえー、とちょっと今日は、まあ、禅に関して、まあ、これをちょっとこう今からいろんな形でこう発信をしていこうと思って、まあ、こういった企画をしています。なので、まあ、ぜひ、ね、あの本日、禅を聞いたことない人でも、えー、とっとこう禅に触れる機会になればいいなと思って、こういう機会をいただきました。でもし、あの一部申し込んでいる方で2部もあるんですね。で2部がえっとまた違った URL になるので、 最後の方で一応こちらにも出しておくので、もし2部も参加したいっていう、急に、ね、申し込んでなくて参加したいっていう方がいたら、えっと、URL を送るの,あの、ここにチャットでまた送りますので、もしよければ参加してください。はい。で、えっとまあ、今回のワークショップ、全員に関してのワークショップ、まあ、あの基本的に無料でさせていただきます。YouTube 発信、あ参加者はあの映らないです。大丈夫です。原本さんだけが映ってるだけになりますので、あのご安心ください。 でもしあの皆さんの中でこのちょっと大安全寺、今、玄邦さんがいらっしゃるところ、今ちょっとこう回収中でして、まあ、またそちらの話も詳しくは玄邦さんの方からお話ししていただきますで。こういったワークショップ、基本的に無用にさせていただいて、禅のお話をしていただきます。でもしあの寄付という形であの、そういった回収に関しての、えっと、受けしていただける方は、えっと、また、 あとで URL の方、このチャットの方に出しておきますので、もしよければ、こちらの方、また終わって見ていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。はいでは、えー、皆さん、お待たせしました。じゃあ福井の、福井からですね、えー、高橋玄邦さんの今回の今日のお話と、でまあ、どういったお話しされるか、まあ、自己紹介もすべてこれからは玄邦さんにお任せしますので、よろしくお願いいたします。はい ありがとうございいます増田さんはい、では改めまして皆さんこんばんは、えー。今日はこの3連休の一番最後の夜ということでありまして、まあ、皆さんおのおの何かしら事情と言いましょうかね皆さん何か、あのー、用事があったかとは思うんですけれどもその中で、えー、このオンラインの全講座、まあ、オンライン寺カツということで 始めていこうと思うんですけれども、こちらの方にご参加いただきましたこと、まずは心より感謝申し上げます。ありがとうございます。えー、今日はですね、一部と二部分けて、えー、行っていくわけでありまして、今、増田さんの方からお話がありましたように、一部はこの善というものの言葉に触れながら、ちょっと の世界をですね皆さんと味わっていきたいなと思っております。45分程度なんですけれどもで今回申し込んでいただいている中であの申し込みフォームの中にこういろんな意見ですねご意見いただいているんですけれど、まあ、質問などもありましたが、まあ、こういったことは後々私のこの全コンテンツをどんどん始めていくんですけれどもその時にまあ1対1でとかあその中でえこうオンラインを通じてですね お話しさせていただければいいなと。とで、皆さんのもう貴重なアンケートと言いましょうか。ご意見たくさん読ませていただきました。で、そういったことにもまあこ触れつつですね。今日はお話を進めていきましてで、後ほどまあここで発言できる方チャットでもいいので、えー、ご質疑いただきましたらそれに。 答答ええられることとはあの答えてていいきたいなと思っております今から45分ぐらいまでですねこの時間をとっておりますのでえ最後までどうぞお付き合いのほどよろしくお願いいたしますで今日は今第一部ちょっと変な皆さん的にはどう映ってるんですかねこの <laughs> 異様何て言うんですかね異様な雰囲気かもしれませんが立った状態で講義形式でですねお話をしていきたいと思いますそこで今日はですね あのホワイトボードも用意いたしました。はいはい、こんな感じですね。なんか YouTube の,あのアックみたいな感じですけれども、はい、こんな感じで今日は進めていきたいと思います。G、見えますか、皆さん大丈夫ですか見えますかあ,ありがとうございますあの。皆さんのカメラはオフにしておいていただいて結構ですからね、あの皆さんのあ、もちろんオンにしていただいたら私も。 お顔を見ながらできますのでありがたいですけれどもお皆さんの都合に任せてやってください、えー、ではまず自己紹介からしていきたいと思います、えー、顔なじみの方もおられますけれども初めての方も多いので自己紹介をしていきたいと思います、えー、私はですね高橋玄邦と言います、えー、福井県福井市内にあります臨済宗妙心寺派の のお寺でございます、えー、今から約360年前に福井の4代目のお殿様松平三通公といいまして、えー、福井藩はですね審判、えー、つまりあの徳川幕府の、まあ、家族になるわけでありまして、えー、この4代三通公は、えー、江戸幕府を開いた徳川家康公からするとひ孫にあたりますひ孫。暇子 このひ孫にあたる三道公が福井藩の松平家を永代に弔っていくお寺として建てたのがこの大安禅寺でございます。えー、今そこのお寺のまあ十字をですね、務めさせていただいております高橋玄宝と申します。で、前々から私いつもこういう講義であったり、法話の前に言うんですけど、坊さんとかですね、こういう高橋玄宝っていう名前を聞くと、皆さん 構えがちになるんですよねですからもう今日からご縁いただいた方はもう私のことですねまあここにおられるあの前田さんも皆さんそうですけど私のことは今日から「んちゃん」と呼んでいただきたいなと思います、はい、では皆さんあの聞こえませんけどあのお部屋でちょっと読んでもらっていいですかいきますよせーの よく聞こえました。ありがとうございます。<laughs> まあ、というふうに、まああの、堅苦しく考えずにですね、今日はあ一緒にお付き合いいただきたいなと思います、まあ。年齢はですね、えー、昭和57年生まれの38歳でありまして、えー、子供が3人います、えー。娘が2人と息子が1人いまして、もちろん妻は1人しかいませんけれども、あの5人家族ということでありまして、 えそんなあまだまだ皆さんにからすれば未熟者かもしれませんけれども何卒よろしくお願いいたします。で何か縁があって福井に来られることがあったら是非うちのお寺にお寄りください。一緒にお茶でも飲みたいなと思うのでありますね。で先ほど増田さんのお話にありましたように。えー、今大安寺は 国の重要文化財にもなっておりますまたあの写真とかですね映像というのは YouTube であったりうちのホームページに載っておりますけれども今約12年かけての国のご指導のと県と市と私たち事業主ですね私たちであの保存修理事業いわばあの大修理を行っておりまして、まあ、総額24億円ということで大安全時の負担額が2億5000万ぐらいあります。 でそういったものを、まあ、こういうオンラインを通じてですね、皆さんに寄進をお願いしたり、いろいろ活動も同時にしております。また、あご興味ある方、またお心ある方あ、ご協力いただけましたら幸いでございます。えー、ドネーションのですね、えー、システムということで、えー、通じていきたいなと思っておりますので、何卒よろしくお願いします。はいえー、それでは早速、えー、今日の全講義ということで、お話をしていきたいと思いますけれども。 あのー、余談ですけれど今福井は紅葉真っ盛りですものすごく綺麗なんですね皆さんのところはどうですか紅葉今綺麗ですよっていう方今モニター映ってる方で結構ですけどどうですか綺麗き麗です野、ね、皆さんのところあそうですかあ,のー、福あ皆さんありがとうございます中野さんもありがとうございますそうですね スタンとても綺麗いで,でやっぱり紅葉となりますともみじであったりまたはカエデ、まあ、もみじですよねあとイチョウの木なんていうのは綺麗でありますね街路樹の方にもよくありますけれどもそのコントラストっていうのは本当に秋を感じる一つでありますがうちのお寺にもですね大きなイチョウの木が あるんですよで銀杏実がなりますから大変掃除が大変なんですけれどもああいうイチョウの木や紅葉を見て皆さんきれいだなと思うけどじゃあそのきれいだなと思ったものを歌に呼んだりはしますかされる方 <laughs> される方なかなかですよねやきれいだなって語彙力をあの乏しさを感じる時が私も多々あるんですけど。 でもそういった美しさをそのままに心に受けてそれをこう言葉にして歌にして表現する歌人であったり俳人っていうのはすごいなって素直に感銘を受けるんですよね。でそんなイチョウの散るョウの葉っぱが散る姿を見て読んだ歌で有名なのがあの歌人の与謝野明子さん与謝野明子さんの歌にこういう歌がありますね。 金色の小さき鳥の形して、イチ散るなり夕日の丘に。もう一回読みますね。金色,の金色ってことですね。金色の小さき鳥の形して、イチ散るなり夕日の丘にって。いや本当にこういう心境風景を 読めるってううのはなかなかかだと思うんですよ金色の小さな鳥が夕日の丘にサっと飛んでいくようにですよイチョウの葉っぱがこう散っていくのと金色の小さな鳥が舞っていくのとこう合わせてるわけですよね夕日の丘にってでうちのお寺にそのイチョウの木がありますけど38年全くそういうことを思えたことがない私なんです。 なななぜならば掃除がが大変な方が勝つんですよ今回アンケートでいろいろと皆さんね不安不安だっていろんなあの悩み事をそれぞれにお持ちだと思うんですけどまあ私もそういう歌が読めればいいですがなかなかですよね胃腸の葉っぱがこう散ってきてお寺の境内でいや綺麗だなんでなんて言ってたらですね怒られますよもうやっぱ掃除しなきゃいけないわけですね一生懸命掃除すると。 であのー、皆さんご存知か分かります、イチョウの葉っぱっていうのは、あの掃除がしにくくてですね、大変なんですあの、ちょっと分厚いんですね、普通の葉っぱより。で水を含むとさらに履きにくい葉っぱでありまして、掃除の、あのー、お坊さん困らせる、お坊さんを困らせるようなあの葉っぱなんですがで、私も修行道場から帰ってきて、 はくじゃないですか、熊手っていうね、ものとあと、ほうき、竹ぼうきではくんですけど、もう2、3時間かかるんですよ、もうお寺の境内、掃除するだけでもで。これがもちろん自分の本文ですから、大事なことが分かってるんですけれど、何かしらいい、もっと方法はないかなって思いますよね、皆さん。思 <laughs> いますよね。だから、檀家さんがですね、ブロワーを使って、知ってますか、風を吹き出す、このブロワー、ばーってやるやつがあるんですけど、ね、そのブロワーを使っておって、 うわ、これはいい。これはうちも購入しようと思いまして、あのちょっと高かったんですけれど、まあ、自分の時間をね、あのー、削減できると思えばです、ね、いいなと思いましたで、1台購入したんですよ。そしたら、まあ今まで2、3時間かかっていたそうで、1時間半半分で終わるんですね。これはいいなと思って、もう一生懸命、このブロワーでやってたら、 それを見て怒ったのが父親だったんです。私の父親は73歳、まあ、うちの寺を苦労して守ってきた人生を送ってきた人ですよ。その父が私がブロワー使ってやってるのを見て、なんて言ったかお前は何をしてるんだといきなり怒り出しましたね、禅宗坊主がなんちゅうたらくなことをしてるんだって言われたんですね。私は便利だからいいと思って買ったのに、父は怒ることに私は納得いかなかったんです、最初。 父は何て言ったかというと禅宗坊主が何をブロワーを使って楽をしようとしてるんだとそれ以前にお客さんがお寺にお参りに来た時にお坊さんがブロワーでバーってやってる音を聞いて何が風情があると竹ぼうきでザッザッザッと吐いているその音が心地いいんだろう お寺の趣というものだろうって言われた時にああなるほどなそういうものも含めて自分は掃除と向き合っていかなきゃいけないんだなって改めて思わせてもらったんですねですから私はその日から人がいる時は竹ぼうきで人がいない時はブロワーを使うようにしたわけですよでまあこれでいいかなと思って、まあ、父も何もそれは言わなかったんですけれども でそんな中、ちょうど1週間私がお寺を開けることがありまして、本山の方の研修で。で、この話はこの前、あのオンライン座禅の方でもしましたけれど、1週間、まあ、あの行ったんですよね、研修で。で、父親に、お掃除大変だけどごめんねと、じゃあ,あの、あとはお願いしますということで、寺を開けて本山行ったんですけれども、もう大体皆さん予想はつきますかつきます あの家に戻ってきます1週間終わって研修終わって戻ってきたら父がブロワーで一生懸命そうしてたんですよね。だけじゃないんですよ。私は1台しか購入してないんです。父はもう1台購入して2台でやってたって話なんですよね。でそれを見たときにああいいなと思ったんですよ。何がいいなと思ったかというと怒る気にならなかったんです。父がニコニコしながらお原お元宝お帰りと。これは便利だな。すまなかった。 お前が正解だったよっていうふうに自分が怒ったことを翻してっていうわけではなくてそういった怒ったことにとどまらずすぐ謝って自分は便利だと思ってこれをまた使い始めていくでもう一台購入している、まあ、そういう父の,あのなんていう人柄というものに、まあ、手前味噌ですけどね学ぶところがたくさんありまして一つ一つのことにこだわっていても仕方ないなってでも落ち葉は散るんですよ。 秋が来ればちゃんと散る春が来ればまた新しい芽をいぶかせてそして5月6月新緑として生々と巡られてそしてまた秋になれば枯れていく無心に時が来れば花は咲き無心に時が来れば嘆かず散っていくそういった草木や木々自然というものを見ていますと 今一度自分の人生というものを学ぶきっかけにもなると思うんですね。そういう中に、こういう古い歌があります。はけばちり、払えばまたもちり積もる。人の心も庭の落ち葉も。はけばちり、払えばまたもちり積もる。人の心も庭の落ち葉も。 誠にそうだと思いますね。ずっと庭の掃除をしていて1時間かけて掃除して後ろ振り向いたらもう散ってるんですよ。それに腹を立てても何の解決にもならない。また散ったなら吐くしかない。我々の人生も同じように生きていればいろんなことがありますよね。つらいこと、苦しいこと、悲しいこと、楽しいこと。ひき暗くこもごもあるけれども。 その都度やはり外にあの人が悪い環境が悪いというよりも静かに一度自分と向き合う時間を持って自分の心の掃除の時間を持つことが実は大事なんではないでしょうか心の掃除そういう掃除のきっかけにしてくれるのが禅宗の言葉前後というものになります、えー、ですのでこれから私は YouTube の方にも 前後をまあ5分ぐらいの方は短くそしてまあ大変こう平易な言葉を使ってですねあの動画をアップしていこうと思いますそれが皆さんの生活の心の杖言葉になっていただけたらいいなと思っておりますのでぜひそういう言葉を皆さんの中で大事にしていただきたいなで大事なのはその前週の言葉ってただ聞いて説明を受けても仕方ないんですねそれを自分のこの 心に掲げて心に掲げて、1週間2週間なりずっとその前後を頭の中で考えながら生活していくとあこういうことなのかなってこの言葉の意味はっていう発見があるんですそれを私たち禅宗坊主は大事にするんですけれども是非そういった活用方法を今後していただけたらいいなと思っております。で今日はそんんなな秋にちなんだ言葉として、 以前もお話はしましたけど、せっかくなので、もう一度していきたいと思います。えー、聞いたことある方もですね、もう一回復習と思って聞いてください。はい。かえでの葉っぱって書きますね。玄ちゃん消しましょうか。玄ちゃん邪魔ですね。ちなみに皆さん見えますかどうです、見えますかどうです見えます大丈夫はい。ありがとうございます。これはかえでですね。かえで。 風葉はカエデの葉っぱはってことです。風葉はしも。しもを、しもを得て。ちょっとわざと大きく書いてます。すみません。風葉はしもを得てくれないなり。 えー、風葉はカエデの葉っぱは死も得てくれないなり今まさにこの11月の前後です前週の言葉でこの言葉は我々前週お坊さんだけでなくて茶掛けお茶をやっている方は床の間にですね茶掛けの前あ言葉としましていろんな前週の言葉をですねよく用いてかけられるんですけれどもその前語としてもよくあ茶掛けの言葉としてもよく かけられる言葉ですねで、あのー、私の敬愛する、あのー、お坊さんで東京の龍雲寺さんっていう方がおられます細川和尚さんでこの前もあのジブリの鈴木敏夫さんと対談でね我々若手の青年層の会を企画にしてやったんですけれどもそのおなんか宣伝みたいになってしまいますが細川和尚の前後の もうわかりやすい前後の本が出ておりますぜひまた見ていただきたいと思いますがその前後の中にもこれが紹介されてましたね風よ、楓の葉っぱは霜を得てくれないなりこれはどういうことかというとさっきと同じです我々の心を自然の中から学び取るそういう大事な言葉なんですね楓の葉っぱが11月冷たい冷たい霜になってになってこそ初めて 赤く染まっていくんだ楓というのはあの寒暖差が激しいほど真っ赤に染まると言われているんですけれども我々の人生というのも本当にいろんなことありますよ解決したいなもう本当に不安なこともう今年なんてコロナの中にあってもうそれぞれのバックグラウンドがありますねそれぞれの事情っていうのがありますけれどもその中でコロナの影響でいろいろと皆さん苦労をなさっていると思いますし日々 不安を抱えて生きておられる方が多いと思いますそれだけでなくても日常を生きていくという中で敏感な方大変繊細な方というのはいろんな物事にやっぱり心のアンテナが張っていきますからねピッ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 とそれは素晴らしいことなんですよ実はでもでもだからこそ逆に不安を抱えたりで分かっている頭では分かっているんだけどなかなかそれを受け入れていくことができない でもそうやって実は考えてる時間っていうのも摩擦と一緒で摩擦っていうのは皆さん熱を発しますよね。実は自分の中ですごいいろんな醸し出してる匂いであったり香りであったり皆さんの人生の人としての味わいを醸し出してる大事な時間なんです。そういう霜を得てこそ初めて人としての味わいが出てくるんだぞっていう言葉として私はすごく大事にしているこの時期の 前後なんですね風陽は霜を得てくれないなりってならお師匠それは分かるけれどじゃあどういうもっとね紐解いていくと意味なんだっていうことでさあちょっとこれを砕いて今日はあと少しお話ししてみたいと思いますえ時間もありますんでね例えば皆さんは人生を生きていくと プラスのこと、マイナスのことっていうのがありますよね。マイナスのこと。で皆さんは例えばマイナスのことがあったら、ああ、何か楽しいことないかな、何か自分が生き生きできることないかなって、プラスのことが起きてほしいと思うわけですよ。つまり、プラスマイナスゼロっていう考え方をされるわけですよね。でも、全は違うんです。実は プラスマイナスひっくるめて自分なんだっていうものを気づいていく。ここが実は人生を豊かに生きていく気づきの一つなんですね。じゃあそれはおうどうすればいいのっていうことでちょっと皆さん私のまた話になるんですけれど、あの今年、イノシシがものすごく出たんです、うちのお寺。 でまあ、去年の秋頃からですかね、イノシシがものすごい被害が多くて、まあ、例年、いつもイノシシの被害はあったんですけど、今年だけは何が違うかっていうと、うちのお寺の境内に穴を掘るんですよ、穴を。もう、まあ、それはもう、どれぐらいだろう、直径50センチぐらいの穴ですかね、もういっぱい掘ってまして、れで困ったことに、これはお客さんがそれ、ね、穴はまって、こけてはいけないので、埋めなきゃいけない、埋めなきゃいけない。 例えば、えー、っと、これ、へこむっていう感じですよね、凹む。まあ、わ心へこむわけですけど、へこむっていうこの漢字は減るっていう意味もあるんですけれども、こへこんだ部分があるってうわけですよ。そしたら、マイナスってことですね、マイナス。じゃあ、マイナスで埋めなきゃいけないんですから、プラスにしなきゃいけない。埋めていかなきゃいけない。埋めていゃけない。それ、普通に分かりますよね。ですから、私も、ああちょうどうちの,親あのお師匠さん、父親とですね、 じゃあの何個か穴があったんで、一人じゃ大変なんで、みんなで二人でやろうということで、私、一輪車持ってですよ土が、土置き場があるんです。うちのお寺の外れに、土置き場があるんです。そこに一輪車持って行って、で土をこう入れたんですよ。で土入れて、一輪車で,ここで戻ってきますね。で結構、それだけで3、40分かかりましたからね、あの往復何回もしましたから。で、帰ってきて、そして、パッと気づいたら、 あった穴がもうすでに埋まってるんです。あれって思ったんですね。そしたらうちの父親が「お前何やってんだ?」と。どこほっつき歩いてたって言われたんですよ。いやちょっと待ってくれと。今埋めるために土持ってきたんだけど、どうやって埋めたのって言ったら父親がこう言ったんですね。お前何考えてるんだってよく見ろ。イノシシは土を食べるのかって言われたんですね。もう皆さんこれで気づきました 私ははい、もう、杓子表示ですよ。開いてたら新しいものを持ってプラスマイナスですよ。でも土は違うんです。イノシシは土を食べるか、そうですよね。イノシシは掘っただけなんです、土を。土を掘っただけ。なら、掘った土はどこ行くかって言ったら、この穴の際に盛り上がってるんですよ。でも上から見たら分からないわけです。もう穴開いてるにしか見えませんから。でも、 父はここを桑で削って埋めるだけ。ですから父が持ってた道具は桑。私はスコップを持ってた。その時に、あ、父のように、やはり経験というものもありますけれども、心を動かすんですよね。私は固定概念で、穴があったら埋めるです。これ普通です。でも埋め方、方法が大事で。 その方法というもののところに心の味わい方というものの差が出てくる。父の場合はちゃんとイノシシがどういうふうに掘ったかという観点から道具を選ぶ。私は杓子定規に、ね、マイナスのものにはプラス。そういうことじゃなくて人生も父親のようにやっぱり心を動かして見ていくっていうことが大事なんじゃないか。プラスもマイナスもひっくるめてもう一度心というもので考えてみる。 頭で味わうんじゃなくてまずは自分の五感五体で経験して味わってきたものをもう一度信じてみて今の目の前のことと向き合ってみるまあ、極端な言い方かもしれませんけれどもでもそういうことが私は大事なんじゃないかなって改めて思ったんですよねそう思うと私は下を得てさっきの楓で言うと 寒かったら厚着するんですよでも父は霜を得てきた子の経験を生かして人としての紅で仕事を生かしていったこういう違いがあるんじゃないかなって私は思うんですよねならばそれをちょっとうん心の天秤っていう考え方でお話をしたいと思いますこれ天秤です もう皆さんお気づきだと思いますが、私は絵が下手です。それだけは皆さん十分にご承知いただきたいと思いますが、天秤です。天秤として見てください。あの、例えばここにマイナスのことという重りが乗ります。マイナスっていう重りが。ベーっとるね。マイナスの重りが乗ったら皆さん嫌ですよね。ああ、嫌だなと思うて、心がどん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 偏っていくわけじゃないですか。偏って、 嫌だなあ苦しいな辛いなってそしたらみんなは前後で言うよかの病状心平常心なんてね平らな方がいい普通がいいと思うんですよですから皆さんこれを戻したいと思いますよね戻したいいやそれで正解ですじゃあどう戻すんですか皆さんどう戻しますかこの天秤を多分いろんな方法がありますよね 一般的に皆さんがふと浮かぶのはやっぱりここに同じ重さのものを乗せてあげようって例えばマイナスのことがあるならプラスの何かいいものを乗せてここに平坦にまた日常に戻していきたいなって考えるのが 普通だと思います。これそうですね。外から持ってきて、そして平坦に戻していく。今日、今回の皆さんのアンケートを読ませていただいても、多分皆さん、頭では分かっておられると、自分の今の不安を抱えている現状というもの。ただ、じゃあ、それをどうやって日々の生活の中で考えていけばいいのかということを悩まれてるわけですね。で 大体やっぱり何かいいことがあったらあ悪いことがあったら何か解決策というものをここに乗せて平坦に戻したいと思われるかもしれないでも禅の考え方は違うんです心という視点をぐいっとこっちに移してあげるとどうなりますか平坦に戻りますね何か新しいものを持ってくるんじゃなくて自分の心という視点を変えてやる 視点を動かす、心を動かしてやる。つまり、視点という点、視点という点、ね、視点という点と、目線の視点、ちょっと言葉遊びですけどね、心という視点、心という見方というものを変えてみることによって、実はそこではっと気づく、何か皆さんの今の不安を 対象と言いましょうか。真っ暗闇の部屋の中に明かりがパーッととるように自分の真っ暗な不安を抱えた心に自分の気づきという電気がパーッとつくそういう瞬間というものを皆さんもまた経験していただけるんではないかなと思うんです。何か外から持ってくるんじゃなくて今もう一度自分の心というものを多角的に または視点を変えてみるそう,いうそういう時間そういう自分と向き合う時間というものをちょっと大切にしていただきたいとでここからまた深いところへ入っていきますのはまた今後ですねそういった講義の中で話していきたいなと思うんですけれどもそういったものを私も周りのお檀家さんであったりご縁をいただく人からああなるほどそういうことかと思う まあ、ストーリーお話をいただいたり自分の体験談もありますまたは昔の,、まあ、のお坊さんとかねいろんな方小説家俳人歌人いろんな方々の気づきの中でここに当てはまるお話なども含めて今後していきたいと思いますで自分と向き合う一番大事な時間ということでやっぱ座禅なんですね座禅で今回の2部ではその座禅というものを一緒に皆さんと体験していきたいな今日は ちょっとなんかこう物足りないところでわざとお話したいと思いますのであのー、よろしくお願いします。今日のポイントは心の視点を変えていく風よ霜を得てくれないなり我々の人生もプラスマイナスゼロではなくてプラスマイナスひっくるめたところに辛いけど辛いけどそれこそ人間の輝きがあるんだぞっていうものを自分で体感する時が必ずあると思います。 いやおしょうないないないって言ってたらいつまであってたってもないんですよねやっぱあるあるあるって自分を信じてあげるこういうところから始めてあげることが私は大事なんだと思います自分を信じるってなかなか難しいことですけれどもそれをまたとらわれてしまうとおかしくなってしまうので是非今日は風は霜を得てくれないないりこれをちょっとしばらく皆さん この胸の辺りに置きながら1週間2週間生活していただきたいなってその中でちょっと皆さん自分と向き合っていただければありがたく存じ上げます、えー、今日はこれぐらいにしておきたいと思います、えー、長々とご成長いただきましたけれどもありがとうございましたはい、えー、普通だったらここでねここで話してるとあの パチパチ、うわーってなるんですけど、なかなかここだと今この反応が見えないんで分かりませんが、まあ今日は、えー、法話の3分の1ぐらいのところですね。えー、でお話をとどめておきたいと思います。またこの続きも何かの機会でいろいろお話ししていきたいと思いますけれども、皆さんにもぜひちょっと考えていただきたいんですよね。前後って何だろうって、全部をやっぱり語り尽くしてしまうと面白くない。 風養はしを得てくれないなり、おしさん心の視点を変えていく、これってどういうことなのかなって、自分の中でぜひ考える、そういう日々を送ってみてください。実はそこが実はですね、こう不安との向き合い方でも大事なところなんですよ。ぜひこういった言葉を皆さん胸に掲げていただければ幸いです。で今後、えー、私も前後のですね YouTube 上げていきますので、えー、今回のこの えー、オンライン寺活ということで、ぐてんげんぽうという専用サイトを作っていただきました、えー。そちらの方でどんどん紹介していきたいと思いますので、またお付き合いのほど、ご応援のほど、よろしくお願いいたします。はい、じゃあ、今のところまでで何か、増田さん。はい、はい、お疲れ様ですそうですね。ね 時間あるのので、うん、もしチャットの方であと5分ぐらいありますね。7分間、はいあのー。ちょうど今回アンケート読ませていただいてて、あのーまあのま一つ、もう一つちょっとこういう言葉ですね。あのー、私たちもすごく大事にしている言葉なんですが、無。 これかかりりまますす縄縄ががなないいいって書いて書あります縄がない無常って呼ぶんです、これで無常自爆っていう言葉があって無常自爆、これで無常自爆っていうんですよ。ない縄で自分を縛るって書くんですね。ない縄で、まあ、よく自常自爆って聞いたことがあると思うんですけれども、つまり自分というこの心ですね。あのー 不安というものでよく私たち禅宗の逸話を紹介するのが「ダルマ安人」ンンというお話があります。ダルマのところに「二そエカ」って言ってダルマ、だるまの弟子ですね、エカ。もうすぐ弟子になる、だるまの次、2代目の弟子なんですけども、その2代目になるエカというものが自分は不安で仕方ないと。で、その不安というものをどう解決したらいいですかっていう質問をだるまにしたら、じゃあお前さん、その不安というものをここに出してみろっていう問答があるんですけれども。 その答えとしては言ってみたら自分の心が全て不安というものを作っているだけだそれの根源として言えるのはない縄つまりあれがいいあれが悪いこう見合われてるかもしれない、えー、私はこう見てほしいっていう自分の勝手な物差しで自分の勝手な物差しというない縄で自分を縛りつけてないかならその縄どうしたらいいんです縛りつけてるんですかほどいてあげればいいんですよね ほどいてあげる時間っていうのがまたさっき言った払うとかまたは座禅の時間もそうですし、まあ、掃除でもそうですね何でも言えますけれども気づきっていうのもそうですね自分のその縄をほどいてあげるっていう作業がやっぱり必要なんです禅を聞いたから禅語を聞いたからどうこうじゃないやっぱそれを自分の中に一つ問題として持っといてそれで生活していくっていうことがすごい大事でその摩擦の中で実はパーンと弾けるですね この無常自爆がすっと消える瞬間、この解ける瞬間、そこがやっぱり大事なんだろうな。縄が解けて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 解けになるんですよ。解け、解けて解けて解けて解けになっていく。まあそんな言葉も遊びもありますけれども、もう一度皆さんですね、あの何かすぐ解決しようなんて思わなくていいと思うんです。 あの悩んでいるっていうこと自体がすごい大事なことで我々はこれを大義団って言ってですね大きな悩みの塊をここに持てっていうんですね持って生きろとその悩みの塊がないとやっぱり大分子最後ですねバーンと自分の中での喜びっていうものにはつながらんよそれが実は原動力なんだっていう教えを私たちも頂い,いておりますけれどもですからうん不安 不安もう私も毎日いろいろ不安です。もちろん、この現実的な問題としてね、資金のこととかもありますけれども。ですので、もし皆さん、この無常自爆、ない縄で自分を縛ってませんかちょっとそういうところも考えていただきたいなと思います。はい。おいい時間になってきましたね。さあ、えー、次の座禅のリンクをチャットのところに貼っていただいております。えー、皆さん、よろしければですね。 こちらの方をご覧いただきまして、お時間ある方は一緒に座禅体験していただきたいなと思います。ちょっと私もここをガラッとちょっとシチュエーション変えたいと思いますので、よろしくお願いします。で、増田さん、どうでしょう何かありますか皆さん、ちょっとすみません、モニターが下にありまして、下向いてしまいますけど、皆さん何かありますかもし、何、えー、か質問等あれば、まあ、本当にまあ準備もあるのでね、少し。 もしよければ、まあ、次の機会に持ち越すか、ま,あ、またね、あのこういった形であのいろんな座禅の、まあ、禅の言葉とかをちょっとこう皆さんにシェアできるような機会をどんどん作っていくので、はい、えとまたこう皆さんの質問とかにも答えられる機会とかもね、またどんどん作っていけたらと思います。はい、なので、次はえっと実際に座禅をオンラインで皆さんと一緒にするっていう。 会になりますので、まあ、もしね,ねあ、今回、えっと参加できないっていう方は、f フェイスブックであったりとか、また、えっと、動画の方でも、まあ、残そう残していこうとは思ってますので、またそちらの方でも皆さんよろしくお願いいたします。お願いします。はいあ。ありがとうございます。ご感想の方もね、いただきまして。うしい、すみこ様ありがとうございます。 少しでも感想とかもしいただければ。感想だけでも私がもうね、どんどん頭が輝き始めていきますから、皆さんの嬉しい感想で。<laughs> 誰も笑ってくれませんけど。笑ってる顔は少しだけ見えましたんで。あんまりね、こういうことは言わなくていいってことでしょう、はい <laughs>。本当に皆さん、ありがとうございます。 じゃあ、どうしましょうか。何かありました。まあ、最後にちょっと見えてる方の、ピノコさんもヒロミさんも、サカさんも、また黒川さんも、でここに皆さんね、ねご参加いただいた皆様、本当にありがとうございます。えー、また今後ともごほう愛、ごご縁のほどよろしくお願いいたします。また引き続き座禅に参加される方、よろしくお願いします。また後ほどお会いいたしましょう。いしますはい。では、玄邦さん、ありがとうございました。では、準備に入らせていただきます。うん、ありがとうございます。 では皆さん、あの、一旦この、えっ、ー、と、ズームのリンクを閉じますので、また、えっ、ー、と、そうですね、5分後ぐらいには、えっ、ー、と、リンクを、の元のこの部屋を作っておきます。またそちらの方から、えっと、お手数ですが、えー、入っていただければと思います。でもし、えっ、ー、と、こうなんか入れないとかトラブル等あれば、私送らせていただいたメールの方に、 あの送っていただければ、またなんか対象、メールの返信させていただきますので、また皆さん、えっ、ー、と、この後もよろしくお願いいたします。では皆さん、止めますので、ありがとうございました。失礼します。